こんばんは。流行り神2、警視庁怪事件ファイル、続きをプレイしていきたいと思います。そして僕たちは佐伯さんに従い、スノコと呼ばれる天井に渡された通路に上がってみることにした。舞台袖を抜け、狭い階段を上がった先は薄暗い倉庫だ。気をつけてください。ここは使わないものを適当にポンポン放り込んでいるから、つまずくと大怪我をしますよ。佐伯さんの言葉通り、天井の低いフロアのあちこちには大きな箱や畳まれた布のようなもの、あるいはなんだかわからない大道具の一部などが乱雑に置かれている。の、大丈夫ですか、小暮さん。オス、少し頭をぶつけただけでありますから。注意力3万ね。オス。小暮さんが額を押さえてうめいていると、先頭を歩く佐伯さんが立ち止まった。ここがその子に通じるドアです。ドアと鍵は遺体発見当時のままね。はい。ちょっと見せてちょうだい。猫のような身のこなして、鴨泉警部補はドアの前に立った。僕もその背後から分厚いドアを眺める。もともとドアについていたのは、はめ込み式の簡単な鍵だ。その上から太いチェーンと数字錠がかけられている。ずいぶん古いのか、チェーンも鍵もところどころ錆びついていた。これ、数字が削れてるわね。鴨泉警部補が持ち上げた数字錠は、本来刻まれていた数字の刻印がすっかりすり減ってしまい、油性ペンとおぼしきもので改めて数字が書き込まれていた。年代物なもんで、と少しおどけた口調で言いながら、佐伯さんが0303に合わせる。これじゃ開けるのに不便なんじゃありませんか？ここは限られたものしか通らないし、そういった不満は聞きませんね。この鍵の番号はどのくらいの人が知ってるのかしら？あまり多くはないですよね。今だともう私と劇団の代表と、あとは大道具の責任者ぐらいなものじゃないかな。五十嵐さんは？知らないはずですよ。だいたいここに上がるようなんて彼女にはありませんし。亡くなった女優の五十嵐さんは鍵の番号を知らなかったのか。これは後々重要な手がかりとなりそうだ。佐伯さんに鍵を開けてもらうと、僕らはスノコと呼ばれる細い通路に出た。これはなかなか怖いでありますね。小暮くん、高所恐怖症とか言わないわよね。そうではないでありますが、なんともこう、尻がむずがゆくなる感覚であります。劇場を見下ろす高所にかけられた通路。スノコの足元は金属製とはいえ、網状になっていて、真下が丸見えになっている。落ちるはずはないと分かっていても、あまり長居したい場所とは言えないだろう。だが鴨泉警部補はそんなことには全く頓着せず、ハイヒールの音も甲高く、スタスタと歩き、舞台の真上へと出た。ここから転落したと考えるのが自然ね。結構高いですね。スノコから舞台を見下ろすと、実際の距離よりもなお高く感じる。遺体で発見された五十嵐さんは自らこの柵を越えたのか、それとも誰かによって突き落とされたか、あるいは投げ落とされたのか。風見、勝手に第一発見者を連れ回すな。はい、すいません。こちらの足音に気づいたらしく、佐々木課長が大声で怒鳴る。これ以上機嫌を損ねてしまうと、本当に現場から叩き出されてしまうかもしれない。すると佐伯さんも言った。そろそろ私も戻らないと。事務所も今頃、問い合わせの電話でパンクしてると思いますし。そうですね。お忙しい中、ありがとうございました。それじゃあ僕たちは舞台へ戻りましょうか。そうね。オス。小暮さんのオスは心なしか震えていた。オス。
僕たちは佐伯さんと別れて下へと戻ってきた。先輩、これからどうするでありますか？そうね、ひとまず劇団の代表に会って話を聞きたいんだけど。まだ姿を見せていないみたいね。自分は風見先輩に聞いたのであります。私だって階級で言えば先輩よ。自分にとっての先輩は風見警部補殿ただ一人であります。まあまあ二人ともそれくらいに。もうすでに分かったことだが、小暮さんと鴨泉警部補は相性がすこぶる悪い。常日頃の扱いを思えば無理のないことではあるが、仮にも階級が上の鴨泉警部補を怒らせるのはあまり得策とは思えない。睨み合う二人の間に割って入った僕は、じっとこちらを見つめる小柄な女性に気がついた。あの、風見刑事さんですか？え？あ、はい。どうしましたか？私、ここで女優をやってる初芝貴子って言います。警察の方にお見せしたいものがあって取り合っていただいた、のですが、佐々木さんという方が風見さんという刑事さんを訪ねるようにと。僕をですか？あの佐々木課長が僕に押し付けるからにはこの女性が見せたいというのは 100% 厄介なものだ。察するに例の心霊写真か。しかし初芝と名乗った小柄な女優の眼差しは少しおどおどしながらも真剣そのものだった。大事なお話のようですね。とりあえず座って話しましょうか。どうぞ。あ、はい。初芝さんを客席最前列の椅子に座らせ、僕らはその正面に立つ。鴨泉警部補だけは初芝さんの隣に腰掛け、客船尾を誇示するかの誇示するように足を組んだ。それで見せたいものというのは？これです。鴨泉警部補に促され、初芝さんが取り出したのは一枚の写真だった。シンクのチャイナドレスに身を包んだ女性が真ん中に立ち、それを挟んで左右には軍服姿の男性と男装した女性が写っている。軍服の男性は見知らぬ顔だが、センターに立っているのは亡くなった五十嵐さんで、その隣に立つ男装姿の女性は目の前にいる初芝さんのようだ。写真ですね。お芝居の稽古か何かで？宣伝素材用にポスター撮影をした時についでで撮ってもらったんです。記念写真っていうか。初芝さんが最後まで言う前に写真を覗き込んだ小暮さんがうっと低くうめいた。これうめいたっていうの？あえいだじゃないんだ。これでありますか？例の心霊写真などという不埒な証拠品は。心霊写真？やはり本当に提出されていたのか。まあだからこそ僕たちはここにいられるわけなのだが、そうでもなければ捜査一課が編纂室などという得体の知れない部署の人間の出入りを許すはずがない。心霊写真？そんなもの本当にあるわけないでしょう。見せてごらんなさい。不埒な証拠品などと言っている割に、小暮さんは危険物でも扱うかのように指先だけで写真をつまむと、鴨泉警部補の手のひらに落とす。本人は絶対に認めないだろうが、どう見ても小暮さんの所作は心霊写真が本物だと信じているようにしか思えない。一方、ふーんと面白くもなさそうにそれを覗き込む鴨泉警部補に習い、僕も写真を覗き込んだ。初芝さん、この肩口に写ってるのは何でしょう？チャイナドレスを着た五十嵐さんの肩口に女性のような白い影が映り込んでいる。これ女性に見えないんだけど。偶然誰かが映り込んでしまったというには構図が奇妙だし、写真写りもはっきりしない。なんというのか、もやでできた人形みたいに輪郭はぼんやりしている。だがそれがかえって見ているものの不安をかきたてる。そんな奇妙な写真だった。わからないんです。撮影の時には何もなかったんですが、現像してみたらそんなものが写っていて、
五十嵐さんにも言ったんですが、現像ミスだろうって。でもそれなんだか心霊写真に見えたから、私気持ち悪くて劇場の神棚にあげておいたんです。心配は無用でありますよ。まさか心霊写真だなんて、そんなものあるわけないであります。小暮さんが額に汗を浮かべながら乾いた笑い声を上げ、鴨泉警部補もそれに同調する。決まってるじゃない、こんなもの。その時五十嵐さんの言った通り、ただの現像ミスか光の加減でしょ。だが初芝さんはじっと写真を見つめたままだ。私も最初は気持ち悪いなって思う程度だったけど、五十嵐さん亡くなってしまったでしょ。もしかしてこの写真のせいじゃないかって思って。それでさっきから聞いていれば、随分と非科学的なことを言うのね。だいたい心霊写真ごときで人が死ぬわけはないでしょ。でもよく言うじゃないですか、3人で写真を撮るときに真ん中に立った人は早死にするって。そんなものは迷信に過ぎないわ。でも鴨泉警部補、できればもっと穏便に。鴨泉警部補はいつもの調子で一刀両断にしているが、やはり初芝さんは気がかりなのか、表情を曇らせたままだ。このまま任せておいたら初芝さんが参ってしまいそうだし、どうにか話を戻さないと。初芝さん、他に同じようなものが写った写真はあるんですか？いえ、あの日は出演者が揃って素材撮りをしたんですが、他には何も。私がカメラマンさんに頼んで撮ってもらったその1枚にだけ写っちゃったんです。ほこりにレンズがついていたんじゃないの？そうかもしれませんけど。そんなことよりちょうどいいわ。亡くなった五十嵐さんについて詳しく聞かせてほしいんだけど。まるで邪魔をするなと言わんばかりに僕の前に立つと、鴨泉警部補はしれっとした顔で質問を投げかける。いつものことだけど、この人は他人を気遣うということを知らないのだろうか。お話といっても私、五十嵐さんとはそんなに親しい仲じゃありませんでしたから。特別なことじゃなくていいわ。どんな人だったかとか、劇団内での評判とか。ごめんなさい、そういうのよくわからないんで。劇団に彼氏がいたみたいですから、そっちに聞いてもらった方がいいと思います。そう言いながら初芝さんは椅子から立ち上がった。小暮さんの横に立つと、なおさら小ささが強調されて、まるで親子のようだ。そのまま初芝さんは小暮さんの背後に隠れるようにして、怪訝そうな鴨泉警部補の視線から逃れようとしている。女優さんといえば人目にさらされ、人前で芝居をするのが仕事のはずだが、彼女は随分と内気らしい。もとも鴨泉警部補もなかなかどうして威圧的というか、威嚇的な人だから、けおされてしまう気持ちもわからないではないが、助け舟を出すつもりで僕は初芝さんに尋ねた。五十嵐さんの恋人がこの劇団にいるんですか？はい、瀬戸レートさんっていう、どういう名前だよ瀬戸レートさんっていううちの役者さんなんですけど。でも今はまだ話とか無理かもしれません。ああ、恋人が亡くなって間もないから。もともと感情の起伏が激しい人なんですけど、五十嵐さんのことを聞いてからはちょっと手がつけられない状態で。瀬戸さんは今どこに？お稽古場のどこかにいると思います。見かけたら刑事さんたちのことを伝えておきますから。それじゃあ私これで失礼します。ペコッと頭を下げ、僕らに一度背を向けてから初芝さんが小走りに戻ってくる。これお渡ししておきます。え？あ、うわぁ。小暮さんに写真を押し付け、今度こそ初芝さんは走り去ってしまった。心霊写真と言われる証拠品を突然押し付けられ、小暮さんはあたふたとし、やがて動きを止めたかと思うと、乙女も格也という悲鳴を上げた。情けない。たかが写真でそんなに騒がないの。違うであります。椅子に。椅子？これは。
さっきまで初芝さんが座っていた客席の椅子、マリンブルーのクッションが貼られていた椅子がべったりと何かで濡れている。深い赤、いや黒に近い赤の、それは匂いからすると血みたいね。でもいつの間に。クッションに顔を寄せ、匂いを嗅いでいた鴨泉警部補がつぶやく。なんで急に血が。さっきまで何もなかったはずであります。私に聞かれても知らないわよ。最初からついてたんじゃなくて。いえ、僕が彼女に椅子を勧めた時にはそんなものありませんでした。それにそこまで濡れていれば、初芝さん本人が気づいたか、彼女の服にも汚れが移ったはずです。じゃあ初芝さんがつけていったってことになるわね。でもそんな素振りはありませんでした。小暮さんはどうです。自分も何も。初芝さんはただ座っていただけのように見えたであります。私も同感よ。さっき自分でこれは初芝さんの仕業だって言ってませんでしたか。可能性を提示したまでよ。そんな無責任な。じゃあ一体この血はいつの間にどこから出てきたのでありますか。これじゃあまるで。まるで何。まるで自然に湧いてきたようであります。本気で言ってるの。自分だってそんなことは認めたくないでありますが、他にどんな可能性があるというのでありますか。さすがの鴨泉警部補もその理由までは思いつかなかったようで、口をつぐんでしまった。椅子を取り囲んだまま全員が無口になってしまう。何にしても事件現場で血とは穏やかではない。この件は佐々木課長に報告し、詳しく調べてもらうことにした。ソファーについた血のシミは佐々木課長たちに任せておけばいいだろう。問題はその佐々木課長たちが全く相手にしていない証拠物件、心霊写真だ。そもそもなぜ初芝さんはこんな写真を持ってきたのだろう。五十嵐理央さんの死に関係あると考えたから。自分だけで持っているのが怖かったから。怖かったっていうのもあると思うけど、関係あると考えたから。そうだ、この写真には五十嵐さんのそばに幽霊のような白いもやが映り込んでいる。それを初芝さんは心霊写真だと信じ込んで持ってきたわけだが、しかし僕らは写真やカメラの専門家ではない。にもかかわらず初芝さんはこの写真を警察に見せようと考えた。それはなぜか、五十嵐理央の生前の姿が写っているから。幽霊と思われる影が写っていたから。集合写真の真ん中に写っていたから。幽霊と思われる影が写っていたから。そう、五十嵐さんの肩口に曖昧とした輪郭の、しかし人のように見える何かが写り込んでいる。その写真が撮られた直後に五十嵐さんが亡くなったとすれば、超自然現象的なものと関連付けて考えてもおかしくはない。だが一つだけ気になるのは、この心霊写真が本物か否かということだ。僕の思うところ、この写真は本物の心霊写真だ。本物の心霊写真などではない。でもその写真撮った時にはそこには何もなかったと言ってるから、本物の心霊写真だ。初芝さんの証言によれば、この写真が撮影された当時、怪しいものは何もなかったという。写真が現像されて初めて白いもやに気がついたと言っていた。レンズにホコリがついたと考えられなくもないが、それにしてはもやの形があまりにも人間の輪郭に酷似している。となるとやはりこの写真は現状では本物の可能性が捨てきれないと言えるだろう。もっとも僕はこういったことの専門家ではないから、おいおい詳しい調査は必要になるだろうが。なんだ、まだ現場検証が終わっていないのか。そんなことを考えながら写真をじっと見つめていると、よく通る低い声がざわめく劇場内に響き渡った。
血濡れの椅子を眺めていた僕らだけでなく、鑑識やあの佐々木課長までもが手を止め、声の主に目を向ける。ようやく音体のご登場ね。じゃああれが劇団の代表ですか？そう、安藤誠。日本の演劇界が誇る天才演出家よ。全盲でありながら舞台という芸術を作り上げる人物。ゆっくりとした歩みで客席をすり抜け舞台に近づいてきたのは、演出家や脚本家というよりも俳優。しかも極めて優れた資質、カリスマ性を持ったのようだ。何々のようだって何？濃い色のサングラスこそかけているが、盲人用の白杖は手にしたまま、前を探ることもなく滑らかな足取りでこちらへと近づいてくる。安藤先生、すみません、まだ舞台が使えなくて。スタッフの一人が慌てて駆け寄ってきて言った。そのようだな。しかしことがことだけに仕方がない。警官が出て行ったら舞台の清掃念入りに頼む。そりゃもちろん、岩永のおやすさんが清めのしようと酒もまいとけって言ってましたけど、どうしましょう。舞台にまかれるのは困るな。神棚にあげるぐらいで勘弁してもらえ。それから外にマスコミが集まり始めているようだ。後日改めて会見の席を設けるから、今日は帰れと広報から告知させろ。わかりました。たった一人の存在で空気とはこれほどまでに変わるものなのか。安藤さんが悠々とした足取りで客席の一つに腰掛けると、さっきまで右往左往していたスタッフたちは水を得た魚のようにキビキビと動き出した。あー、あんたがこの劇団の代表者か。そうですが、あなたは？捜査一課の佐々木だ。五十嵐莉央の死に関して少し話を聞きたいんだが。質問があれば制作の佐伯に言ってください。後ほど彼を通して回答させていただく。今直接話を聞かせてもらいたいんだがね。あなた方が事件の捜査をしなくてはいけないように、私もこの事件に関する雑務を処理する義務がある。すでに事件は起き、五十嵐は死んだ。今さら焦ることは何もないはずだ。いや、死んだってあんたな。とにかく今お話しすることは何もない。佐伯いるのか？いますよ、ここに。私の代わりにこれからお話を伺っておいてくれ。こちらからお話を伺っておいてくれ。いつものようにな。了解です。人間に格の違いなどないと思いたいところだが、こういったタイプの人間を見るとその自説にも疑問を唱えたくなる。あの佐々木課長までもがまるで素人同然にあしらわれてしまった。傍から見ていたらどちらが刑事なのかわからないほどだ。制作の佐伯さんはこういう事態にも慣れているのか、今にもカンカンに怒り出しそうな佐々木課長をそそくさと別室に連れていく。風見くん、何ぼんやりしているの？え？佐々木課長を出し抜いて安藤さんに話を聞くチャンスでしょ。早く捕まえてきてちょうだい。はあ、確かにいいチャンスではあるのだが、なぜ鴨泉警部補は自分で動こうとしないのだろう。大方自分で動くという発想がないのだろうか。ないのだろうが。困惑した僕を助けるように小暮さんも後ろからついてくる。盲目とは思えぬ足取りの安藤さんに追いつくと、僕は背後から呼び止めた。すみません、安藤さん。お話なら佐伯にと先ほど言ったばかりですが。いえ、僕らは捜査一課とは別の部署で。悪いが別の部署でも同じ部署でも私の知ったことではありませんな。何分こちらも忙しい身ですので、二度手間は避けさせていただきたい。安藤さん、これは刑事事件なのであります。市民として協力を。では協力する価値のある捜査をどうかよろしくお願いします。そういう形式だからといって聴取されるのは不愉快ですが、必然性のある状況でならお話をお伺いもしましょう。いずれにしても今は無理です。ご理解ください。では。
サングラスで目が隠されているためか、向かい合っても安藤さんの表情は分からず、そのため内心を探ることもできない。彼の後ろ姿を見送った僕は小暮さんにため息をついてみせた。今の安藤さんって似てると思いませんか？あの人に。向こうで自分たちを睨みつけているあの方でありますね。睨みつけてるって、小暮さん、ああいう女性は好みなんじゃないんですか？先輩、それは冗談でもやめてほしいであります。そうか、ひとみさんが好みのタイプなら鴨泉警部補もいけるんじゃないかと思ったんだが、どうも僕の思い違いだったようだ。亡くなった五十嵐さんについて聞くために僕らは劇場に併設された稽古場を訪れていた。いつもならば劇団員が稽古で汗を流しているのだろうが、さすがに今日は通路やロビーで一塊になっては低い声で何事かささやき交わしている。視線はどれも不安そうで、若い女優たちが肩寄せ合っている様は怯えた小鳥の群れを思わせた。セトレートの居場所として教えられたのは廊下の突き当たりにある小さな稽古場の一つだった。ドアを開けた瞬間、耳を塞ぎたくなるような大声が溢れ出した。ふざけんなよ、畜生！なんでリオが死ななきゃならないんだよ！リオを殺したやつは俺が見つけてぶっ殺してやる。落ち着けよ、瀬戸。リオちゃんのことは警察が調べてくれてるから任せておけば犯人はちゃんと捕まるって。今さらそれが何の役に立つんだよ。犯人が捕まろうが死んじまおうが、リオはもう帰ってこないんだ。ガランとした板張りの稽古場、その真ん中で身も世もなく嘆く姿はよくできた芝居のワンシーンのようだった。だが今彼を襲った悲しみは現実のもので、小説や芝居のように誰かがエンディングを用意してくれているわけではない。これから先どうなるのか、自分の悲しみにどう決着をつけるのか、全ては白紙で、彼らはそれを自ら作り上げていかなくてはならない。それが現実というものなのだ。僕は僕の役目を果たすべく室内に踏み込んだ。あ、さっきの。僕らに気づいた佐伯さんは軽く頭を下げると、人目もはばからず泣きじゃくる瀬戸さんの肩を叩く。ほら、刑事さんだ。五十嵐のことを思うなら捜査に協力してやれよ。うるさい。うるさいじゃないだろ。そうやって泣いてたって五十嵐が浮かばれるわけじゃないんだ。なんだよその言い草は。だいたいあんたがリオの死体を発見したんだろ。もっと早く劇場に来てればリオは死ななくても済んだかもしれないんだぞ。それはだいたいなんでリオが殺されなきゃいけないんだよ。そうだ、あんたが殺したんじゃないのか。なあ、何を言い出すんだ。突然すぎる人の死は残された人たちの心まで狂わせてしまう。僕らはそんな光景を今まで何度目にしてきたことだろう。いつまで経っても慣れることはないし、慣れたくもない。泣き晴らした目で佐伯さんにつかみかかった瀬戸さんを、僕と小暮さんが慌てて引き離した。瀬戸さん、佐伯さんはただの発見者なんです。落ち着いて。うるさい。うるさい、うるさい。板張りの稽古場に乾いた平手打ちの音が響いた。鴨泉警部補だ。突然のことに叩かれた瀬戸さんだけではなく、僕や佐伯さんまで唖然としてしまう。大の大人が情けない。恋人が死んで悲しい気持ちはわかるけど、だからって他人に迷惑をかけていいとでも思っているの？甘えるのもほどほどになさい。鴨泉警備補、警備補ってな。鴨泉警備補がピシャリと言い切った。何するんだ。見てて腹が立つのよ、あなたみたいな男。本当に五十嵐さんのことが好きだったって言うなら、こんな時こそしゃっきりして見せなさい。死んだ彼女のために生きてるあなたにできることは何なのか。それでも大泣きしたいって言うなら止めないわ。
目が溶けるまで泣いていなさい。行きましょう。今の彼に何を聞いたって無駄でしょうから。さすがと言うべきか、話を聞き出せる状況ではないにせよ、鴨泉警部補は一発で瀬戸さんを現実に引っ張り戻してきたようだ。彼のことは気がかりだし、いろいろと話を聞きたいというのが本音だが、今は警部補の言う通り、そっとしておくのが一番だろう。しかし、さすが心理学に精通しているだけのことはある。あれだけ取り乱していた瀬戸さんを、ああもう、たやすく落ち着かせてしまうとは。多分違うと思う。ああ、せいせいした。私、ああいうタイプの男って本当に大嫌いなのよね。情けないったらありゃしない。前言撤回。平手打ちと心理学はどうやら無関係だったようだ。先輩、この人本当に大丈夫なのでありますか。さっさ、どうなんでしょう。瀬戸さんの騒ぐ声を聞きつけたのだろうか、稽古場前の廊下には若い劇団員たちが集まって、ひそひそと小声でささやき合っていた。あのリオさんが亡くなったって本当なんですか。ええ、まだ遺体が見つかってからそれほど時間も経っていないから、劇団側も関係者たちに正式な説明ができていないのだろう。これほどのカンパニーともなれば、関係者だけでも相当な人数になるはずだ。それを集めて事情を説明するとなると、そう簡単なことでもないのだろう。僕の言葉に劇団員たちは揃って目を見開いている。やっぱりあの芝居の再演なんてやめておけばよかったんだよ。あれがたたられてるって噂。たたられた芝居。初めて耳にする不穏な言葉に僕は思わず尋ねた。たたられてるってどういうことですか。あ、いえ、ただの噂ですから。噂でも結構です。今は何が捜査の役に立つかわからない状況ですから。でも、若い劇団員たちは困ったようにお互いの顔を見合わせている。やがてその中の一人がおずおずと口を開いた。これはあくまでも劇団の中で流れてる噂ですから、内密にしてほしいんです。特に代表には。安藤さんのことですね。わかりました。僕の言葉で少しは安心したのか、男は壁に貼られたポスターを横目で見ながらその噂を語り始めた。実はこの芝居、3年前に初演されているんですが、その時主演するはずだった辻さやかっていう当時の看板女優、彼女も舞台の初日前日に交通事故で亡くなってるんですよ。主演女優が事故で。それでその時の公演はどうなったんですか。代役にりょうちゃんを立てて、なんとか急場をしのぎました。そして今回改めて、というのも変かもしれませんが、正式にりょうちゃん主演で再演するはずだったんですよ。だけどそのりょうちゃんもこんなことになって、それでこれは初演に出られなかったさやかちゃんのたたりじゃないかって噂になってるんです。なるほど。確かに一つの劇団で同じ芝居を上演するにあたり、二度も主演女優が命を落とすというのは尋常なことではない。たたりと噂されてもおかしくはないだろうが。やめてください、そんな話。高子ちゃん。振り向いた先では初芝さんが顔を真っ赤にして立ち尽くしていた。さやかはそんなたたったりするような人じゃないって皆さんも知ってるでしょ。そうだけど、だからこんなのはただの噂だって。ただの噂でも同じです。亡くなった人をそんな風に侮辱するなんて、いい大人のすることですか。侮辱するつもりじゃなかったんだ。悪かったよ、謝るからさ。そんなに怒るなって。別に怒ってなんかいません。行きましょう刑事さん。そんなヨタ話、いくら聞いても捜査の役になんて立ちませんから。困り顔の劇団員の前を素通りして、初芝さんは僕の手を掴むとズンズンと歩き出した。あの、初芝さん。いくつか廊下を曲がり、稽古場が見えなくなったところでようやく立ち止まる。
僕らに背を向けたまま動かなくなった初芝さんの顔を覗き込むと、大きな涙がポロポロと頬を滑り落ちている。初芝さん、すみません。救いを求めようと鴨泉警部補を振り返ったが、例によって外国人のように肩をすくめるだけで、どうやら助け舟は出してもらえないようだ。小暮さんもおろおろとするばかりで、結局僕はポケットのハンカチを差し出して自分で慰めることにした。これどうぞ、ちゃんと洗濯してありますから。ありがとうございます。なんかすみません、急に泣き出しちゃったりして。いいんですよ、朝から大変だったでしょうから。今日は早めに帰ってゆっくり熱いお風呂にでも入った方がいいです。そうします。ようやく僕らの方に振り向いた彼女は、鼻の頭が赤くなっている。小柄な体格もあって、まるで迷子になった子供みたいだ。あの刑事さん、さっきの噂話信じたりしませんよね。亡くなった女優のただだっていうあれですか。そうです。確かにさやかの事故は残念だったけど、だからたたったりするような人じゃないことは私が一番よく知ってますから。そう訴える初芝さんの顔は真剣そのものだ。辻さやかさんとは親しかったんですか。はい、劇団で一番仲が良くて、よく二人で遊びに行ったりお稽古したりもしてました。親友と言える間柄だろうか。それならさっきの噂を聞いて激怒する理由もよくわかる。だが一つだけ気がかりなことがある。それは心霊写真のことだ。辻さやかが本当に事故死だったのかだ。なぜ今になって再演を決めたのかということだ。気がかりなこと？なんだろう。なぜ今になって再演を決めたのかということだ。僕はその質問を率直に聞いてみた。なぜ今これを再演することになったんですか。私には分かりません。作品については役者があれこれ口出しできないものですから。これを再演するって聞いた時どう思いましたか。僕はさらに突っ込んで聞いてみた。すると予想外の言葉が出てきた。この作品がようやく報われるって。報われる？はい。なんだっけこれ、戯曲だっけ。戯曲にとって一番悲しいことは、生の肉体で上演されずに埋もれることですから。初芝さんの口調でわかる。彼女はこの台本に対して何か深い思い入れがあるようだ。ただ確かに一部では反対の声がありました。いわくつきだからって。それを言ったのは誰か覚えていますか。はい、五十嵐さんです。しかし彼女は殺された。でも稽古に入ったら彼女は不満を言わずに一心不乱に頑張っていました。やはり代表の熱意が伝わったんでしょうか。でもこんなことになって。彼女はまた不安そうな表情をした。今の状態ではこれ以上聞いたらまた混乱させてしまいそうだ。ありがとうございました。僕らはこれで失礼します。よければ家まで送りますが。ありがとうございます。でもこれから代表のお話があるみたい、あるみたい、あるみたいなので。何これ。ちょっと待ってよ。代表のお話があるみたい、あるみたいなので、ちょっと、これ、ダメでしょ。ちゃんとテストプレイしてますか。そうですか。では、私たちはこれで。念のために携帯電話の番号を伝えた上で、僕らはこの場を離れた。彼女の姿が見えなくなった時に、鴨泉警部補が事務的に切り出した。それでこれからどうするつもりかしら。それでこれからどうするつもりかしら。墨野大学へ行ってみようと思うんです。墨野大学っていうと桐崎先生のところね。ええ。初芝さんから預かった写真が気がかりなものですから。その真意を確かめたいと。そうです。あれが本物ならば何が写っているのかを調べる必要があるでしょうし、
偽物ならばただの偶然なのか、それとも誰かの手によって細工されたものなのか知っておく必要があるでしょうし、どうせ偽物に決まってるとは思うし、本物ならばって可能性を口にされるだけで我慢ならないけど、まあいいわ。兄さんの専門は民族学だから、心霊写真はいささかお門違いかもしれないが、話を聞けば何かいいヒントがもらえるかもしれない。それに兄さんの研究室にはオカルトマニア、もとい自称オカルトジャーナリストの優香さんもいる。彼女は自分でもカメラを持ち歩いて心霊写真を撮ろうと日夜奮闘しているようだし、それに学費を稼ぐためとか言って写真屋でアルバイトもしているはずだ。事件現場で撮った証拠写真を自分の店で現像させろと随分ごねられた覚えがある。カメラに向ける情熱にしてはいささか不純ではあるが、僕らにはない専門的な意見ぐらい聞かせてくれるだろう。なるほどな。で、これが問題の心霊写真ってわけか。なかなかいい写りっぷりね。兄さんはいつもと同じようにくわえタバコをしたまま、興味があるのかないのかわからない様子だが、優香さんは案の定目を輝かせながら食い入るように見つめている。心霊写真にいい写真っぷりも何もあるものか。無論心霊写真なんてものはそもそも実在しないがな。小暮さんはなぜか優香さんに対してだけはこんな口調になる。写真に恐れをなしているのか、部屋の片隅から小暮さんが優香さんに尋ねた。偉そうな口調の割に小心者なのはいつもと変わらないわね。どうしちゃったのかしら、彼。あはは、そういえば鴨泉警部補は小暮さんと優香さんのやりとりを見るのは初めてでしたね。自分は小心者ではないのであります。ただ、その小娘のたわごとに付き合ってなどいられないから、こうして距離を置いて話しているのであります。別に誰も弁解してなんて言ってないわよ。まあ心霊写真が実在しないという点だけは同意できるけど。鴨泉警部補はいつもの調子で腕組みをすると、興味なさそうに小暮さんを一別する。話の腰を折っちゃってごめんね。それでどうかな、ゆかさん、その写真はやっぱり本物？そうね。優香さんは眉をハの字にすると、今一度写真をじっと見据える。実際のところ心霊写真って言われているもののほとんどはレンズに付着したホコリが写ったものや、光の加減でそう見えるだけのものだったりするのよ。だけどはっきりと人の姿が写った心霊写真とか、よく雑誌やテレビで出てくるよね。あれはどうなの？僕もどちらかといえば信じていない方ではあるが、一応尋ねてみた。それは多重露出だったんじゃない？優香さんの返答は明瞭簡潔だ。多重？そう、写真っていうのはネガに画像を焼き付けて撮るものでしょ。本来なら1枚撮るごとに次のフィルムが送られてくるんだけど、何かの弾みでその巻き上げがうまくいかないと、同じフィルムの面に2度画像を焼き付けることになっちゃうの。そうすると2枚の写真が合わさって、そこにいるはずのない人が写り込んじゃったりするのよ。最初からそうじゃないかと思ってたんだ。だからこの写真も。小暮さんが鼻を膨らませて言ったが、腕組みをして写真を覗き込む優香さんに遮られた。これはどうかしら。初芝さんから渡された写真は五十嵐さんの肩口に人影らしきものが写り込んでいる以外には特におかしなものは写り込んでいない。桐崎先生はどう思います？優香さんが兄さんに意見を聞く。スムーズなやりとりに普段の師弟関係がうかがえて少し微笑ましい。さあな、正直これは俺の専門外だ。ただこれが本物の心霊写真であるという証明をするよりは、こういったものを偽造することができるか否かから検証した方が話は早いと思うがな。そうですね。純也君、この写真ちょっと借りてもいい？いいけど、どうするつもり？知り合いのカメラマンに見てもらうのよ。デジタル加工して作られた可能性はないかも調べられるし、もし本物だったらそれはそれですごいじゃない。優香さんは機嫌良さそうにパンと手を打つと、興味津々といった風に写真を眺める。そんなことをしても無駄じゃないかしら。
もし加工されたものだとして、そんなものが事件の手がかりにつながるなんて到底思えないし、心霊写真なんてあるはずがないわ。そんなのやってみなくちゃわからないじゃない。やらなくてもわかるわ。そういうのを無駄な努力って言うのよ。知ってる？なんですって？ちょっと優香さん、落ち着いて。今にもつかみかからんとした優香さんを抑えると、すぐ後ろで鴨泉警部補の失笑する声が聞こえる。プロファイラーなら優香さんが怒るってわかってるはずなのに、わざとやってるのかこの人は。とにかく僕らはこれでおいとまさせてもらうよ。期待してるから何かわかったらすぐ知らせてね。うん、任せて。結果が出たらすぐに連絡するから。最後の言葉に機嫌を取り戻したのか、優香さんはニコリと笑って景気良さそうに僕の肩を叩いてみせた。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。